市長の結果、佐久大交流高校の代表が決定しました。次の試合、東矢板高校、西仙台松戸高校先行戦、東海老原君、西島村初段。はい、いきます。Stop!
福田山の勝負、寄り切り2点、東福田君の勝ち。主将戦、東大島君、西木原君。次の審判団をお知らせいたします。審判団の結果は、主審を下げ、副審正面鶴、向こう上面重盛、東隣村上、西隣と以上です。ご準備ください。それでは、あら構えて手を止めてます。以上の結果、3対2をもちまして、矢板高校、東矢板高校の勝ち。